A40 です。久しぶりに660ネタなんですけど、僕は660ね、前の、前期っていうか、初めて出た初期型から、今の方2代目のやつに、そのまま乗ってても6年7年車検受けたからも8年なるんかな、乗ってるんですけど、前の方の時もね、結構最初はいいんやけど、半年とか1年ぐらい乗り出した頃にちょうどこういった道ですよね、あんまり舗装がこうなんていうかな、綺麗じゃないっていうか、つなぎ目があるっていうところを越えるとカタ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 ってなんか後ろから音が聞こえてきてて、で、ディーラーさんとか話した時にゴムのねパッキンみたいなやつ、エンジンルームのとこにあるなんていうかボンネット、後ろ のエンジンフードみたいなやつとボディが当たるところのゴムパッキンを何度か変えたような形なんですけど、パッキンっていうのかな、ゴムみたいなやつをね。で、しばらくするとやっぱり音するんですよね。で今回も、ちょうどこれもうだいぶ前なんですけど、これ行ってた時夏前かな、去年の半年以上前ですよね。徳島県の県境大ボケ小ボケっていうとこ行ってた時もうやっぱり走ってる間ずっとカタ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 って音がしてて、で帰った時かなに交換してもらったんやけど、交換する前にね、ちょうど今回ゴム類がちょっとしばらくかかりますって言われて、で整備の方がよく見ていただいて、これでしばらく我慢してくれませんかとかって言われたのが、実はちょうどフックがあるとこの部分に、ただ単にビニールテープ的なやつ巻いてくれたんですけど、これ巻いてた方がね、パーツ変えるよりも音がしなくなって、そっからはっきり言ってずっと音してないんですよね。でゴムのこのパーツ変えるよりも、ひょっとしたらここにテープとかね、見た目ちょっと格好悪いんであれば綺麗に巻き直せばいいかなと思って、知ってるのかな、僕は意外やったというか、今までいろんなとこちょっとね、そのゴムの部分とかいろんなとこちょっといろいろ貼ったりしてたんやけど、全然効き目なくって、ここに貼るとね全く音しなくなって、今んとこも貼ってから半年ぐらい経ってるのかな、全然カタカタ言わないんで、一番これが効果があるんだったら最初からここにゴムのパーツつけてくれてたらいいんじゃないかなと思ったりもするんだけど、いろいろ本当に何度か試して、それまでディーラーさんとかで言われてたのは、このゴムをねくるくるっと回すと出たり入ったりするんですよ。で温度によってとか、パーツ自体が劣化してる場合もあるから、それで、高さ調整みたいなのをやって、ちょっとやってみてくれませんかってそれまで言われてたんやけど、もう全然ダメやって、今回たまたまね持って行った時にもうパーツ自体がちょっと劣化してるから今回変えましょうって、ゴム自体はね結構安かったんですよね。何箇所かあるんですけど、全部総特価でやっても、パーツ代だけやったらね2000円しなかったんかな、上がったり下がったり値段してると思うんで、ちょっと聞いてみてくれた方がいいと思うんですけど、新品でそんなもんだったんで、下手になんかいろんなとこでね、DIY で直して結局何百円か、それで結局直らなくって言って、それが楽しいっちゃ楽しいんやけど、でもパーツ自体がそんなに何万円もねする分だったらちょっと考えるけど、何千円程度だったら変えただけで直るんであればいいかなと。本当にね、オープンカーなんで、外からのいろんな音とか、なんていうかな、静かな車とか、そんな感じじゃないから、もともとそういった面の音は気にしないんやけど、でもやっぱりね、ボディ自体がカタ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 言ってたりとか、普通に乗っててもね、内装とかあんなも、パーツによっては音がしてきたりするのが、それが結構気になって、特に通常だとあんまり気にならないんかな、YouTube とかの撮影してるから、前に比べてオーディオ聞いてないんですよね、正直。音、
出すと、あの動画の方引っかかったりするんで、ほとんど音楽なしで走行してたりするから、余計ボディからのそういった音を聞こえるようになってきだして気になりだしたりしたのかなとは思うんやけど、まあ、多少の音やとオーディオかけてたらね、かき消されたりとか、まあこれは2人乗りやからあれやけど、4人ぐらい乗ってる車やったら喋ってたらそんな音なんか気にならないっていうやつなんやけど、まあ特にこういった風にあのね、ちょっと出かけて走行自体を楽しむっていうような使い方で、今言ってたみたいに撮影してて音楽かけれないで本当にあのエンジン音だけで走行してる時なんかは、そういったあの、さっき言ってたなんていうのかな、その風切り音とかね、あのロードノイズとか、まあ逆にあのエキゾーストとか、あのなんていうかな、エンジン音とかそんな逆に聞こえて、いい感じなんやけど、そういうカタカタとかなんかこういう音が気になり出すとあれなんで、まあ本当にね、あの知らないの僕だけやったんかな、知ってる人はもう当然知ってるんやろうけど、まあひょっと後ろの音が気になるっていう人がいたら、ここにちょっとテープ貼ってみてください。ひょっとしたらそれだけで治るかもしれないんで、でまあ本当に見てくれがね、このテープ巻くんかっこ悪いっていうんであれば、まあ、加工するなり何するなり、まあ、ちょっと工夫したやつつけてやれば、結構ここだけで本当にね音ほとんどしなくなるんで、一度試してみてください。